こんにちは、あーさんです。今回は世界のホンダを作り上げたカリスマ経営者の妻、本田幸さんに注目していきたいと思います。本田宗一郎といえば、戦後日本を代表する世界的に有名な経営者です。一修理工のでっち奉公から世界的企業を作り上げた天才経営者を支えた妻、本田幸とはどんな人物だったのでしょうか。そこにはアゲマン妻として学ぶべきことがたくさん出てきたので、今回は分かりやすく紹介したいと思います。まずはじめに生い立ちについて簡単に紹介した後に、私アーさんが捉えた特徴を4つに絞ってお伝えしていきます。 1. 夫を信じる心、 2. いざという時は一家を背負って立つ気概、 3. ユーモアあふれる性格、 4. 夫の精神的支柱になるに分けて伝えていきます。それでは早速いってみましょう。生い立ち。本田幸さんは1914年、磯部幸として今の静岡県磐田市の裕福な農家に生まれました。当時の女性にしては比較的高い教育を施されていた幸さん、高等女学校まで卒業し、弓道や陸上の選手として活躍する文武両道娘、さらには色白で美人だったというから、そりゃあ引く手あまただったのではないでしょうか。さて、そんな本田幸さんが後のカリスマ経営者本田宗一郎と結婚するのは20歳の時。当時はアート商会という会社を創業して経営していた本田宗一郎には、数々のお見合い写真が届いていました。実は幸さんの前に一度結婚し離婚もしている本田宗一郎は、今は結婚はいいといつも取り合いませんでした。でもとある一枚の写真から目が離せなくなります。それが幸さんです。写真の幸さんに一目惚れした宗一郎はすぐに幸に会いに行きました。そして2人は結婚し、長い長い人生が始まるのです。それではここからは、世界的経営者となっていく本田宗一郎を陰から支えた本田幸さんのアゲマン特徴について見ていきましょう。 1. 夫を信じる心。まず一つ目は夫を信じる心です。本田幸さんに限らず、もうね、これどのアゲマンも持ってんじゃないってくらい大切な要素なんですが、特に幸さんの場合は夫を信じるためにかなり努力が必要だったんじゃないかなと思うのに、しっかりと信じきっています。その信じ切り力が素晴らしいということで、まず一つ目に挙げてみました。本田宗一郎といえば、知る人ぞ知る遊び好き。女遊びの派手さには定評がありました。お酒も大好きで、飲酒運転で車ごと川に落ちたり、本当に破天荒なエピソードがわんさか出てきます。あるインタビューで幸さんは夫の女遊びについて質問を受けます。それについて幸さんは、もうね、お盛んなんてもんじゃありません、でもそのことについては話しませんと記者を一周しました。こんなエピソードからも分かるように、まあよく遊ぼうと思った幸さん、それでも夫は何かを成し遂げる人に違いないといつも信じていました。特に印象的だったエピソードは、本田宗一郎が何にも仙人になった時です。というのも、終戦直後、宗一郎は人間休業宣言をしました。いやー、軍人が威張り腐る時代が終わってよかったな、しばらく何にもしないよ、お母さん当分養っとくれと言って何もしなくなったんです。庭に出ても草一本抜かない。ご近所の人は、本田さんとこには何にも仙人がいるねと評判だったほどでした。しかも当時は食糧難の時代に加えて、本田家には育ち盛りの子供が3人。幸さんは自分で庭を耕して野菜を作ったり、農家である実家に頭を下げて米を分けてもらいに行ったりして、なんとかしのいでいました。いやー、これきついですよね。いつまで何もしないつもりなのか、期限もわからない中で混乱の終戦直後を生き抜く。あんたいつまで何もせんに気取ってんのよと切れ出す妻も多いんじゃないでしょうか。でもでも、そんな時でも幸さんは、この人はきっと立ち直って何かを成し遂げる人なんだと信じ続けます。そしてその甲斐あって、ある日宗一郎はたまたま行った友人の家にあった小型エンジンに魅了されます。そしてそこから、ホンダを世界的に有名にしたオートバイの開発へとつながっていくわけです。この話を知った時、私はもちろん本田宗一郎さんもすごいんですが、その間信じ抜いた幸さんの胆力もすごいと思いました。いろいろと信じがたい状況があっても、その外側の情報に惑わされることなく、夫の奥にある素晴らしさ、魂とも言うべき本質を信じることが大切なんですね。私も見習いたいものです。 2. いざという時は一家を背負って立つ気概。さて、さっきのエピソードからもう一つ大切な要素を学ぶことができます。それは、いざという時は一家を背負って立つ気概です。これは以前のこちらの動画でも伝えました。アゲマンというのは決して夫の陰に隠れているだけではなく、
いざという時には先陣を切って旗を持って歩いていくような強さも必要なんですね。そして本田宗一郎もそうだったように、どんなに強そうに見える経営者であっても浮き沈みはあるし、弱いところもあるし、時には宗一郎のように立ち止まることも必要な時もあります。その時に、あなたここは任せてと言ってくれる妻がいたらどんなに心強いことでしょうか。本田宗一郎のお母さん当分養っとくれという言葉には身勝手さを感じる人もいるかもしれませんが、私は本当に幸さんを信頼しているんだなと感じました。夫婦は運命共同体、その時々で柔軟に対応できるしなやかな強さがハゲマンには必要ですね。3、ユーモアあふれる性格。3つ目はユーモアあふれる性格です。幸さんは困難なことにもいつも面白がって取り組んでいました。例えば後の大ヒット作スーパーカブの研究のために補助エンジンを自転車に取り付けたものを作っていた時のことです。宗一郎は幸さんが買い物に行くのが大変そうだからと言って、家にあった湯たんぽを燃料タンクにして補助エンジンを作り自転車に取り付けます。これなら買い物も楽になるだろうと言って、幸さんにその補助エンジン付き自転車に乗ってみろというのですが、幸さんにとってはいい迷惑。実験台としてそのエンジン付き自転車に乗ると服がべったりとオイルで汚れるんです。でも宗一郎にこんなのまだ使えないとストレートに言うと、うるさい黙ってろとなってしまいます。そこで幸さんは面白いアイデアを思いつきました。幸さんは一長羅の門票をわざと履いてその自転車に乗りました。そうすると帰ってくる頃にはそれがべったり汚れているわけです。それを見た宗一郎は、これはダメだなと素直に聞き入れたそうです。なんか面白い対応ですよね。これ夫の性質をよく理解していて、角が立たない方法で問題を回避しているというか、こういったユーモアを持ち合わせている心の余裕も見習いたいところです。4、夫の精神的支柱になる。4つ目は夫の精神的支柱になるです。幸さんは従業員からも宗一郎からも校長先生と呼ばれるほどのしっかり者でした。宗一郎は仕事で二次的な問題が生じるとよく幸さんに相談していたそうです。この人とは付き合わない方がいいかなとか、この人の指導に対してはこれで良かったのだろうかなど、技術的なことは相談しないにしても、人間関係のこと、ここぞという重要な判断など何かと幸さんを頼りにしていたそうです。きっと幸さんの人間性にある種の尊敬の念を持っていたんじゃないかなと思います。そして幸さんには夫を甘えさせることのできる度量もありました。先ほど話した何にも専任時代の話もそうですが、他にも本当に幸さんに心を許していたんだなと思うエピソードがあります。それは宗一郎が亡くなる2日前のこと。末期がんのため病院に入院していた宗一郎が幸さんにおんぶして歩いてくれと言ったのです。当時70代の幸さんは夫をおんぶして病室を歩いたそうです。そして宗一郎は満足だ、浜松に帰ろうと言ったきり2日後に亡くなったそうです。本田幸は本田宗一郎が激動の人生を生きるために必要不可欠であった人だったのだと思います。激しい人生を生き抜くことができたのは本田幸という紛れもない精神的支柱があったからでしょう。どんな時も最後に帰る場所があったからこそ大きな成功を収めることができたのかもしれません。はい、今回の動画は以上になります。最後にまとめです。世界の本田を築き上げたカリスマ経営者本田宗一郎の妻本田幸さんについて今回はご紹介しました。幸さんの上げ満力の一つ目は夫を信じる心でした。どんなに信じがたい状況になっても夫を信じ続ける力、一番近くでずっと信じ続けてくれている存在はきっと心強かったことでしょう。そして二つ目はいざという時は一家を背負って立つ気概でした。宗一郎が何にも専任になった時、戦後の混乱期にもかかわらず何とか一家を切り盛りした千佐さんの気概には驚くものがありました。3つ目はユーモアあふれる性格でした。普通なら喧嘩になりそうな時もユーモアで難なく乗り切る幸さんの機転の良さと心の余裕は見習いたいものです。そして最後4つ目は夫の精神的支柱になるです。夫の精神的な支えとなることで夫は社会という荒波の中で戦い続けることができます。幸さんのように夫が亡くなる直前にも甘えたくなるような懐の深い女性になりたいものです。このチャンネルでは本月のあーさんが夫婦のこと家族のことを中心にちょっとためになるような情報を発信しています。面白かった参考になったという方は高評価コメントなどいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。